ディアーナで行ってきました。これはマジだぜ。そろそろ試合が始まり、やっと始まるぞ。横浜スタジアム、ホームに敵するドリームマッチ。ライト側からは、横浜の地を守り続けてきたベイスターズのレジェンド選手と現役選手がついに集結。ベイドリームストーン。めっちゃくちゃ楽しみ。そしてレフト側からは神奈川県内の高校野球で活躍していた選手たちによる第45レジェンドヒーロー。風の対立で松坂大輔が風が出てきたな。かなり強くなってきました。ドリームスターズが1998年リーグ優勝日本一に導いたメンバー、その後ベイスターズを支えてきた選手が揃う瞬間です。そして全国屈指の激戦区神奈川県の高校野球で数々のドラマを生んだ選手たち、今横浜スタジアムに集まりました。皆さん大きな拍手を送ってください。イエーイ。一塁側、ベイドリームスターズ、三浦大輔、小村洋輝、斉藤隆史、斉藤隆史も来るんだっけ、斉藤隆史、おい、石井拓郎、マクロー。高典相川亮次、おい、キスク淳、おい、久保優也、あ、知らん選手だ、ごめんなさい、大西博明、あ、ごめんなさい、この選手も知らん、おーい、古木、村田修一、おい、村田、吉村優樹、よし、村下園達也、おい、下園、高坂健太郎、お、知らない、ごめんなさい、おお、巨人に行った選手ですね、戻ってきましたね、おい、大衆、山崎康明、安崎、安崎、今永翔吾、今永、東三塁側、第45レジェンドヒーロー、松坂大輔、田村仁、田村、森野正彦、お
ごめんなさい、分からん。阿部正弘。ごめんなさい、分かりません。上地雄介。ごめんなさい、分かりません。あ、でもなんか小池正明。おーい、小池。後藤武俊。おーい。長田修一郎。分かんない。あ、でもなんか内藤優。ごめんなさい、知りません。山口哲也。おーい。てか分からんけど。成瀬善久。分からんっす。うち達也。知らんっす、ごめんなさい。佐藤美希典。荒波翔。おい。おお、黒羽。名前しか分からんけど。おお。下鶴光。おお。秋山翔吾。秋山。倉本俊彦。おお。渡来勇気。おー、世紀の一戦、勝利を手にするのはどちらのチームになるか。ここでそれぞれの代表から意気込みをいただきます。上條さん、佐々木さん、よろしくお願いします。さあ、まずはメイドリームスターズ三浦大輔プレイングマネージャーにお話伺いたいと思います。皆さん、横浜の舞台で活躍されていた選手たちの戦い、楽しみや。試合、何を期待しますか？怪我だけが心配です。確かに。ご自身も、もしかしたらありますか？ご自身は目標としてどこを目標にしてますか？いきますか？勝ちます。はい、おい。今回のどっちも頑張れ。メンバーラインナップを見てどうですか？いや、当時ね、思い出しますし、めっちゃ楽しみ。意気込みをお願いします。はい、絶対勝ちます。うぇー。さあ、続きまして、こちら Y45 レジェンドヒーローズの皆さんです。よろしくお願いします。松坂さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、松坂さん、すごいメンバーが集まりました。横浜、神奈川で活躍したヒーローたち、どうですか、このメンバーを率いるということで。ドキドキ気分ですか？僕が率いるってこと。松坂さんも大丈夫ですか？多分言うこと聞いてくれると思うので。聞きそうですけど、大丈夫ですか？聞いてくれると思います。横で田村さんが笑ってますから。ちょっと一番怖いんですけど。田村怖い？これはダメだよ。さあ、三浦大輔さん率いる、まあ、対戦相手も強豪やと思いますけど、この試合に向けての意気込み聞かせてください。いや、まずは俺だけたくさんの方に来てくれて本当にびっくりしました。まあ、やめてですね、これだけこうたくさんの人の前でプレーできることなんて、まあ、なかなかないことなので、幸せに関してまた来てくれる人たちが喜んでもらえるようなプレーを、怪我のないようにやりたいと思います。わかりました。それでは選手の皆さんはご準備のほどよろしくお願いいたします。